伊達駅は福島県伊達市細谷にある東日本旅客鉄道東北本線の駅である。開業当時は伊達郡長岡村にあることから長岡駅と称したが新越本線長岡駅との駅名の重複を避けるため1914年12月に群名から駅名を取って伊達駅と改称した。長岡村はその後調整志向や町村合併で 伊達郡伊達町、伊達市となって現在に至っている。1971年まで駅前より福島交通販番道線という路面電車が発着していた。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。一番線ホーム南側に切り欠き部分があるが、現在は使用されていない。互いのホームは湖泉橋で連絡している。一番線ホームに接して駅舎がある。 郡山駅が管理し、JR 東日本東北総合サービスが受託する業務委託駅である。校内には窓口、スイカ対応自動券売機、簡易スイカ改札機、駅中プラザなどがある。現在の出札窓口は待合室内に後から設置されたもので、当初の出札窓口、駅事務室部分は駅中プラザという物産展となった。 駅事務室時代の名残はホームに面した窓が、信号操作板の部分だけ張り出した形となっている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は788人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。ありがとうございます。